DJI 史上最も小型で高性能なドローンスパークの発表会をここ東京オフィスで開催しました。新しい機能やその性能についてのプレゼントデモをご覧いただきました。こちらが DJI の新製品スパークになります。さらにこのスパークを広める広告塔としてアンバサダーを任命、スパークへの驚きや期待を話してもらいました。とりあえずちっちゃいなっていうのが一番の印象で、本当に携帯電話とかと同じような感覚で全然持っていけるので、本当にどこにでも持ち歩けるすごいドローンが出てきたなというふうに思いました。機能なんですけど、僕一番気になったのがクイックショットでしたね。これだったらボタン1個でかっこいい映像が撮れるので、そこが一番気になってます。映画とかで近未来だなと思っていた、こう手で機械に向かって操作するっていうものがこのスパークではできるようになっていて魅力的だと思います。今までにないような可愛さっていうものを感じました。2日間スパークをメインにしたパブリックイベントを開催しました。スパークを見れる機会ということでたくさんの方に来場していただきました。スパークを実際にパームコントロールで操作するという体験会を実施しました。まずはレクチャーを受けていただいてジェスチャーでスパークを操作してもらいました。体験会の最後にはみんなでセルフィーショットを撮影し、その写真を体験した方にプレゼントしたのですが、大変喜んでいただきました。手のひらで操作できてしまうのがすごく簡単で楽しい体験でした。友達と記念撮影したり旅行で使えたら楽しいかなと思います。最初は操作がジョイスティックのようなものであるのか大変だと思ってたんですけど、ものすごく簡単です。全く予想外だ。初めてスパークを使ったんですが本当にちっちゃくて感動しました。いや意外と操作簡単だなと思って、いや遊びたくなりました。体験会の他にもスパークと一緒に写真を撮れるフォトブース、好きな色を選ぶコーナーを設けて総合的に楽しんでいただけたのではないでしょうか。ドローンをより気軽で楽しいものにしたいという思いでこのスパークを出させていただきました。これからですねアウトドアなどのアクティビティも増えてくる時期になりますので、このスパークで撮影されたセルフィーショットや映像というものがどんどん世の中に広がっていければと思います。